こんにちは。はい、こんにちは。アバベルのお時間です。はい、先日、皆さん特段星野プロデューサーには触れずもう日常を溶かしてしまった。星全部来てる。そう、私会社に来るたびに星野プロデューサーを見るんですけど、ちょっとお互い見てニヤニヤしちゃう。今日も出勤お疲れ様ですみたいな。はい、星野プロデューサーようこそ。ようこそいらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい、今週は今回はですね、先日募集したペットデザインコンテストの選考の動画でございます。ってことはもう募集がかかりました、はい、で、締め切らせていただき、応募総数なんと932件。すげえ、すごい。イラストだよね。イラスト、いや、メールが932件で、しかもそのメールに 2,3 個添付されてる方もいらっしゃったんで、マジ、もうそれちょっと数え切れないんですけど、皆様多くの応募ありがとうございます。ありがとうございました。で、今この動画を撮影する前に、932件のそのメールの中から、我々が動画に公開紹介できる分だけ選考させていただきました。選考が終わりました、はい、選考が終わりました。そのイラストをちょっと今から見ていただこうかなと思います。これ皆様はこの後イラストを見ていただいた上で、はい、その中からどういう気持ちで見ていればいいの？これはですね、今、選考されて今から見るイラストは28通かな、まあそれぐらいあると、はい、あるんですが、その中から、絞るのは皆さんで絞っていただきます。動画の、見終わった後、これが良かった、あれが良かった、はい、どのイラストが良かったかっていうのを投票していただいて、そのランキングの上位を採用という形にさせていただきたい。で、本当にペットになる、ゲーム内に登場する。その登場の仕方はちょっと星野さんから。せっかくペットになるんで、はい、これなんか降臨とかでもう登場してもらって、それクリアしたらドロップするみたいな、ゲーム内に実装して、ガチャとかじゃなくて誰でもゲットするチャンスがあると。そうですね、それで、へぇー、これどうしようかなと思って、せっかく降臨でペットは手に入るようになったじゃないですか、はいはい、なのでそこでこのをモンスター化して、うん、それすごい、ペットになるだけよりすごい、モンスター化しちゃう、それはすごいですね、かなりの大きさに、うん、まあ、こんな大きさか、はい、ペットの場合はここミニチュア化されてるんで、うん、それを実際モンスターにして、うん、倒してゲットする、うんうんうん、すごい、自分が作ったモンスターと戦えるってことですね。それはすごい、すごい。今回選ばれるのは11体。11体、そうですね、大体3体で出てきて、まあ、この降臨のダンジョンが3段階あって、うん、で、そのそれぞれのフロアに3体雑魚敵がいる、はい、で、2フロア目も雑魚敵が3体で、中ボスがいて、中ボスが1体で、3フロア目にボスが、ボスがいる、ボス1体プラスいるんで、うん、計11体、うん、11体、結果として11体が採用される、はい、うん、アンケートはどこで答えるんですか？ですね、この動画をYouTube からツイートしてもらうとハッシュタグがつけるようにしてあるんですよ、はいはいはい、なんでその動画をつぶやくときに最後にイラストを全部のお見せするので、そこに書いてある数字、割り振ってある数字を見て何番が良かったっていうのを動画をツイートするときにつけていただく。なるほどね、はい、いつも の100万人キャンペーンとか約やるときに応募する形と同じ方法をとっておりますので、はい、はいはい、じゃあ順番に見ていきますか。見ていきましょうか、い、はい、じゃあ1枚目から、うん、はい、じゃあまずこちらでございます。どうぞ。これはですね、はい、私が推薦したやつです。いっぱいいろんな絵が描いてある。人じゃないです、マックスぐらいとかキャンディーとかじゃなくて、私が推薦したいのはこれですね、右上の小さいワイルドフェニックス大福みたいな感じ、小さいワイルドフェニックスワイルドフェニックスかぶるとちっちゃいやつがここにいて、もう一体ワイルドフェニックスがいる本当にワイルドフェニックス大好きですね。いや、超可愛くないこれが推薦。ただ、さっきの話だと万が一ね、これがクソが多い巨大なやばいモンスターとして出てきたら、これはやばいですよ。やばい。じゃあ次行きます。セラ入った。かわいい。うん、エルダーシリーズのコスプレをした猫ちゃん、あ、かわいい。エルダーシリーズ、魔法系のアバターですね、はいはいはい、うん、かわいい。これペットね、ふわふわ浮いてるから、これも合ってるよね、うん、空飛んでる系の、ね、魔法の帽子ありますし、飛行機に尻尾をってくるってやってすごい、なるほど、かわいいね、うん、じゃあ3枚目いきます、ドン、
あ、これ、ね、これ私チョイスの目、ね、ここにね目あったらすごいいいなと思って。怖い、怖い、怖い。いや怖いでしょ。あとポイント戦うのも怖い怖いよな。これボスできてほしい。巨大化した時にさ血走ってたらどうする。充血やばいっすね。ドライアイ、ドライアイ、充血ビームビューって大変やで。次いきます。ドン。スフィンクス。これね、推薦は私だ。そうですね、うん、このスフィンクスの、顔、表情、表情やばいですね。あとこの名前はお任せしますってこの書かれたメッセージとのこの、バランス、トータルの雰囲気に私はちょっとやられました。おさせていただきました。この顔一時操作されたら多分名前はお任せします。それめちゃくちゃ面白いですね。これね、あのマミルトン君 のエジプトンヌシリーズとセットでいいんじゃないですか。合いますね。もし実装されたら攻撃方法はね、ノロマースにしてほしい。どういうこと、どういうこと。ノロマースっていうアスキーアートがあって、そういうやつなんですよ。ノロマースで分かんなかった。すごい2ちゃんネタ。はい、じゃあ次いきます。せーの、ドン。あ、本格的、うん、カマを持った死神、うん、死神か。カーター、カーター、うん、名前が多分カーターなんじゃないですか、うん。色も指定してますね。何色？服は黒、顔は白、フードを留めている金具は銀、鎌の刃はそのままで杖の部分が薄い茶色。いいですね、こだわってますね。次いきます。はい。キビラ箱。箱か、新しい。これもね、私推薦なんですけど、ね、いいっすよね、うん、箱、うん、怖いな。箱がだってここでついてきて、やばそうじゃない、やばい、強そうじゃない。使徒、使徒的な感じっすね。そうね、うん、ちょっとね、箱パタフワフワってこう上下に動いててほしい、うん、で、ビーム出してくるんですね。この線とかがあるじゃないですか。この線の形上パカッて開いて、うん、真ん中からダーンって出たってことですし、なんかコア的な動きしそうですね。コアもそんな感じですよね。次いきます。はい、アバベル。これ、S 島さんチョイス。ダジャレシーヨウって言ってますよ。いいね。これはね、ここにいたら可愛いですよ。可愛いな。ヨウ。くびれてる感もあるな。なんか。これあのチャレンジボス的な雰囲気で出てきそうな雰囲気をしますね。ボスになるのがイメージできる。ちょっとね、顔がね、うん、フナッシーみたいに見えてる。ああ、なるほど。ゆるキャラ、うん。調子に乗ってますね、この人ね。はい、次いきます。ドン。障子に目合い。これね、なんかいいなと思って。あとネーミングセンスも、あと妖精的な感じで。そうやね、うん、ダジャレもあり、うん、あのペットで今箱に入ってる猫がいるんですけど、もうこれも障子にセット、障子セットのペット。じー、いいっすね。次いきます。あ、似てるね。おしゃれ。聖書、まあ本とフェアリー、うん、あと鍵、うん、てかすっごいすごいクオリティ高い。高いね。うま、色合いとかがかなり、うん、妖精が完全に透明ですよこれ、うん、すごい。次きます、はい、とリーゼント虫。これ私チョイス。これリーゼント虫っていうか牛じゃない。リーゼント虫、虫だね。でも虫ですね。リーゼント虫、テントウムシ。あー、なるほど。あ、テントウムシとかけてる。けてる。ああ、なるほどね。あの、前も言ったことあるけど、それリーゼントじゃないですからね。これ何なの？ポンパドール。ここがポンパで、リーゼントっていうのは、横をこうやってバスってこうやってキュッてやることをリーゼントって言うんですよ。へぇー。だから、あれだとリーゼントじゃなくて、キュッてしないと。マジで？じゃあ女性でもさ、こんな感じじゃなくてさ、髪の毛単純にここをこうやってたらリーゼントって言うの？単純にっていうのは、ああ、こう、こうの、こうしてたらポマードとかでもガッチガチですよ、ぴったり。なるほどね。これはじゃあジャンボ尾崎な感じ。ここら辺。まあこれはリーゼントではないんだけど、でもまあ、まあ、いいよ。そうですね、かわいいね。リーゼントウムシ超いいじゃん。次いきます。いや、クオリティ高い。これその浮いてる時の雰囲気も、おー、うん、座布団に乗ってる。アヌビスですね。焦点。アヌビス、ね、うん。エジプって名前らしいですよ。エジプ。あ、なんか一番ありそう。エジプトンヌが出たので、そのペットとしてって書いてある。素晴らしい。あ、すごい合うよね。うん。え、超合ってんじゃん。うん、守護神か。しかも浮いてる感じもいいね。うん。次きます。はい。
かっメモが面白い。なんか素晴らしい絵ばかりが出そうで悩みましたが「てんてんてん蚊です」って書いてある。そのプロフィールというか私は絵心がなく、でもアバベルが大好きな31歳の女です。世代的には全く二次元の世界から程遠いですが、同じ上の絵じゃなくてももちろんいいので蚊にしてほしいですなんかギャグ漫画みたいな蚊がいいです。おお。でも蚊って言ったらこれですよね、もうね。うん。うん、てか蚊がさ、ここでずっとブーンってのはさ、もう音があったとしたら終わってるよね。うざさが。うん、あの音聞いたらもう寝れんくなりますからね。うん、ああやだ。ただこれは超可愛い。可愛い。これがここにいるとか本当に可愛いと思う。次きまーす。ドン。お、飛んでる。みんなの夢を叶えに行くよ。ホーキー&ボッシーくん。ボッシーくん。ホーキーに口ついてる。本当だ。手もついてる。本当だ。行くぞみたいな。ちょっとついてる。で、星がさ、こうやって。キュンキュン手振ってる。かわいいな、これ。で、死んでる。輪っかがついてる。天使、天使的な。すごい。かわいいですね。いきます。ドン。リース。これね、僕選びました。あの尻尾の部分がなんだっけ、ロールケーキ。明らかに食べ物だな。うまそうだなと思って。で、コンペイトを食べてる。コンペイト。コンペイトですね。あと僕個人的にリスが好きなので。あ、そうなんだ。可愛い。これいいですね。欲しい。ロールケーキリスですね。うん、ほっぺた膨らませた状態で欲しい。あ、食べてる。自分の尻尾食べてる。え？ロールケーキ非常食。ヘルム。食べてる。はい、次はドン。雷神。ボスでいそう。ああ、ボスでいそう。これがここに浮いてるとか結構強いよ。強いっすね。雷神と風神でいてほしいですね。あ、両サイドね。そのシステムないから。いやー、欲しいな。でちょっとすると真ん中から龍神が出てきて、いいなー。ないです。好きだな。やってほしいな、バベル。検討しますか。高橋くんが雷神つけて、村屋さん風神つけて、こうセットでいいじゃないですか。二人は仲良し。かっこいいですね。ドン。卵なの、ひよこなの、どっちでもいいや、たまぴよさん。あ、はなはなはさんってさっき、なんかあれさっきもあったな。ほうきぼっしーかな。うん、そうだ。偶然、うん、その900の中から2枚選ばれた。すげえな、うん、すごい。これで村井さんチョイスですよ、ね、これ私だ。さっきのほうきはまた別の人だよね。はい、これ誰かが選んだんでね。そうですね。あ、そうですね。あれは S 島さんかな。私これいいなと思って推薦しちゃった。意外と可愛い系だから私。なんかどっちでもいいやに惹かれてませんじゃないか。このメッセージに惹かれた。どっちでもいいやに惹かれた。別にデザインも可愛いじゃないか。次いきまーす。ドン。僕。おお。なんか、あ、これ私チョイスなんですけど、あのこの想像上の動物的な感じでいいなと思って。綺麗だな。綺麗ですね、うん、なんか無駄がないね、うん、これ口からなんか火吐いてんのかな。なんかそうかも。そうも見えるね。そうも見えなくもないよね、うん、僕って名前なのかな。僕、僕。次いきます。ドン。猛者。酸っぱい汁を出すもずくのせい。デックスが上がる。もずくのせい。もずくのせい。そのもずくめぐったら大変なことになりますね。なんかなんなんやろな。もう目が目が目が怖っ。クッキーワカメみたいな感じですね。そうですね。もうじゃ。はい、いきまーす。ドン。これこれね、すごいいいなと思いました。魚群ちゃん。魚群ちゃん。ああ。新しい。綺麗な。これは綺麗だね。綺麗。下の絵がすごいわかりやすい。わかりやすい。いいですね。うん。イメージできる。星野さん、これどうですか。いけるんですか。いや、いけんじゃないですかね。美しい。綺麗。だっていつも必死にね、ついていくのがね、魚っていうのがね、いいね。いい。
これすごい美しい。あとこの女の子も可愛いね。そこいいイラストだ。うまい、ね、うまい、うん、次行きます。ドン、羊的なペットこれ須島さんチョイスですねいいじゃんこれ、画体良くて。いい、ね、モノクルって何？羊がつけてる片方の目が。あ、そうなんだ。名前はお任せします。塩ビ服、ま、これかっこいいな。かっこいい、いいデザイン、素晴らしいな。次行きます。ドン、クチーサー、イートチーサー、作る方と食べる方、ちゃんと持ってるやつだ、うん、違う、あれ違う、かわいい、かわいい、あれみたいだね、うん、なんかなんとかベアみたいな、なんか頭持ってるクマさんシリーズみたいな、これなんかちょっとしたこの残酷表現がこう入ってるみたいなデザインって結構ありますよね、うん、そうですね。あと耳が穴開いてるんですね。本当や、むしろ透けてる。そうだ、これ普通になんか別になんかキャラクターものとしてありそうですね、うん、ありそう、しゃれてんな。次行きまーす。はい、これ先ちょっとね、またちょっとこれね結構いいと思ってますブリオンじゃなくて、ブリオンじゃないです、球体兵器じゃないですよく数学でね出てきますから、点 P、 円周上を点 P がなんか毎秒どれぐらいで動いててそれを何秒後に P じゃない、もう片方なんで S とかでしたっけが追いかけて何秒後に追いつきますかみたいな物理とかでも出てきますよねきっとあれじゃない、テストとかやってて、でもそのテスト勉強してて息抜きで帰ってくるかなるほど、あ、これペットにしちゃおうみたいなこれおもろいな、謎の点 P、 謎の点 P、 これよくねネタとかでも使われますから、すげえ、 P はなんで動くのとか哲学的なスレとか出てくる次いきます。あと5枚かな。ドン、クリオネかける天使、なんかありそう、なんかザ王道って感じですね、可愛いですね、可愛い、色合いもいいね、うん、淡いこのブルーの感じとか、ね、心臓がなんか透けてる、透けてるんだね、うん、でもこれ多分ボスで出てくるわけじゃないですか、選ばれたら、あ、そしたらあのクリオネみたいにこうやってガッてやって、こういいっすねそれ、クリオネパクってなるんですよ、クリオネの捕食の仕方やばい、エグい、エグいっすね、あ、怪現象私の自伝本のプレートがそれを宣伝したいからなんか落ちるようになってたんですなんとかタイマーみたいな、なぜなぜ落ちたしどこでもいいですか、どこでもいいよただちゃんとして、見切れちゃってます、大丈夫、見切れても大丈夫ですよ、次行きまーす、ドン、何これ、ゼンマイ仕掛けの、ゼンマイ仕掛けの人で、おた仮面かぶって、仮面を、これこれで可愛い、うん、ちょっとホラーを感じるけど、ちょっとホラー撮ったら怖いかもしれない、やばいですね、やばい、何かみたいな感じ、そうですね、目、黒、目、黒い、ハンターハンターネタ、ゼンマイ動いてほしいあー、いいねいいねいいね、それで言うとゼンマイがもっと大きくてもいいよね、うん、そうですね、これ結構可愛いです、うん、可愛い、次行きます、ドン、キリン、キリン、キリンだ。キリンだ。羽の生えたキリンだ。キリンです。顔がね、なんかじわじわきますね。すごい顔してるよな、これ。あとそのここにあるのは口なのかな。どうってなってるのかな。どうなん、わかんないですよね、それがね。でも可愛いじゃないですか。可愛い。いいですね、キリン。その斜め方向に引っ張られてるみたいな、そういうなんかひょーっていう声の。いいですね、うん、はい、次行きます、ドン、かわいい、ああ、クモウサギ、新しい、なんか耳が羽になってます、うん、あ、そっか、さっきのエジプトのオシリス、違う、アヌビス、アヌビス、あの浮いてて、はいはい、こんな感じのシリーズですね、そうだ、うん、あれも座布団に乗って浮いてて、うん、で、これはクモに乗って浮いてて、うん、かわいいですね、うん、これクモがね、均等的なんですよ、うんキュルってなってて、うん、でもこれ白で白だったら見分け難しいよね、多分均等的な色とか何らかつくんじゃないですか、うっすらか、うん、かわいい、かわいい、あ、次が最後でーす、ドン、はい、あ、ウサギ、王道だ、なんか決めポーズがかわいい、
ちょっとメタボって書いてある。ぬいぐるみなんだね、これは。うさぎのぬいぐるみでございました、最後が。ちょこちょこ星とかハートとか飛んでて、うん、これも全然敵として出てくるね、うん、かわいいな。倒せない。結構このラインナップ豊富ですね。かわいい系からネタ系、謎の天秤とかね。あ、ピー痛いな、ピーと天秤ボスで出てきたらやばくないですか。めっちゃ早かったで。でもずっとね、盗作運動なんですよ。はい、そんなわけで、はい、これ投票を皆様からいただいて、はい、採用された暁には、時期はまだ未定ではございますが、うん、ゲームに出る、うん、しかも降臨ステージ、はい、うん、だから倒せばドロップするということで、うん、じゃあ応募方法じゃないや、はい、応募方法と締め切りを言いましょう。応募じゃないや、投票方法、うん、投票方法、そう、投票か、あと締め切りですね、うん、お願いします、はい、投票方法は、この動画をツイートするっていうボタンを押していただき、でそのツイートをするときにどの番号がどの絵が良かったかの番号を書いて、必ず書いて動画をツイートしてください。で、皆さんの応募投票でイラストが決まります。ぜひ投票してください、はい、投票お待ちしております、お待ちしております。あとこういうキャンペーンをやるとよく質問いただくんですけども、はい、ツイッターアカウントがない人はどうしたらいいんですか、うん、という質問とかもあるんですが、はい、ツイッターアカウント、ツイッターでの、受付を今回は、まあ、ルールとするということで、うんうんうん、例えば Facebook とかなんか他のところからの応募はできません、投票はできません、あらかじめご了承くださいませ。はい、はい、では、皆様のたくさんの投票をお待ちしております。お待ちしております。またこの動画何度も戻って、うん、どのイラストが良かったかっていうのを吟味くださいませ、うん、はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします、私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますので、ぜひともご確認ください、現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやコスケファイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。